光すまたは光済号は、大韓帝国が1904年に巡航させた、東大見回り船、税関監視船である。韓国併合により、日本の朝鮮総督府の下で引き続き運用された。あと、1930年には、日本海軍に移管されて、雑役船に類別された。太平洋戦争を生き延びたが、1947年に、座礁事故で全村となった。 本船は大韓帝国により日本の川崎造船所へ発注され、1904年4月に浸水、同年11月に神戸で巡航した。秋田家に続く大韓帝国軍で2隻目の軍艦とも数えられるが、税艦艦士や東大見回り船が用途であり、武装も 47mm 速射砲2門と軽いものであった。 韓国併合がされた1910年時点での所属は大韓帝国の託シ部となっている。1905年6月に建造地の神戸港から不山港へ開港された。当初の乗員の内船長、機関長、一等運転士はイギリス人であったが、同年にイギリス人の総税無視、ジョン・マクレビィ・ブラウンが退任帰国したのに続いて辞職した。同年12月に、 日本の韓国党官府が設置されると、日本海軍少佐が船長として乗務するようになった。1907年時点では、乗員84人の内士官の大部分が日本人で占められたが、運転手の一人には、秋田家元上院の韓国人、新順明が新たに採用されていた。下級船員には、日本海軍の予備役貸し官兵が乗船したほか、水夫やカフ島58人が、 韓国人であった。密輸取締り、航路標識の地点選定や東大への物資補給、漁業視察などの任務に従事したほか、韓国唯一の公船として、韓国当館などの用人輸送にもしばしば用いられた。例えば1906年中には6回の航海を行っている。韓国併合直前の1910年8月には、韓国船最初の無線電信設備を設置する。 改装工事が行われた。1910年に韓国併合が行われ、同年10月に朝鮮総督府の新幹線が施行されると、本線は光済丸として朝鮮総督府通信局の所属となった。そして、東大等の航路標識視察や税関監視任務、海軍艦船や艦長用の無線通信業務に引き続き従事した。 1911年度の運用実績は公開距離14,902回りに及んだ。同任務で最後の運用となった1924年度の公開距離は7,119回りと減っている。1925年に財政上の事情による行政整理のため、光住丸の東大見回り船、税関監視船など公船としての任務はすべて廃止となった。そして、 朝鮮総督府所属のママ朝鮮優先株式会社に貸し出された。朝鮮優先では、光積丸を、過客船、環境丸と交代させ、平壌丸とともに、元山イコール、清津線へ就航させた。同航路は、朝鮮総督府の命令航路として1922年に開設されたもので、鉄道未開通の環境北道。 マジマ方面に就航する唯一の旅客航路であり、同方面を、京府線、京源線、京義線とつなぐ、鉄道連絡線として、非常に賑にわっていた。しかし、同航路は1928年8月の環境本線開通によって不要となり、翌月に廃止された。1930年8月11日付で、元船は、朝鮮総督府から、 日本海軍に移管されて、光積みと解消、雑役船の一種である、衛戦健康通船に類別された。賃海洋工部に所属し、朝鮮半島の賃海洋工部と、日本本土の佐世保賃治府の間の連絡任務に、従事した。1945年8月の太平洋戦争の、終戦時にも賃海警備府の賃海公務部に所属して、健在であった。 太平洋戦争の終戦後、第二福音省の特別輸送艦に指定され、1947年1月15日までには、特別保管艦に変更された。旧南船、栗橋と共に、旧軍港艦の輸送任務などに従事したが、1947年5月14日に、大阪港から横須賀港へ航行中、お前崎付近で座礁して、全村となった。ただし、 明治44年日本宣明録では漢字表記が光ひとし丸となっているが、同書の翌年版以降は光ま丸となっている。ありがとうございます。